はモンタ博士のお料理教室ではありません。えー、みかんの、えー、ピカッ、えー、と光る実験です。えー、オレンジや、えー、グレープフルーツ、夏みかんがいいです。みかんだとちょっとやりにくい時があります。まず、えー、オレンジを切ります。オレンジを切ります。この、 中はモンタ博士とフッタ博士が後で食べます使うのはこの外の皮の部分ですこれを取りますそれをはい陽足のところに持ってきますどうなるでしょうかよく見ててくださいもう一度やります もう一度やりますこの実験はみかんのポツポツこれに、えー、油があります。その油が燃えるのです。もう一度やります。出ない時もあります。この実験は危ないので大人の人とやりましょう。子供だけでやってはいけません。はい おしまいです。